C.J. ウィルソンはテキサス州ダラス出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはセーフティ。高校時代にはバスケットボールと陸上競技の総高跳びをしており、2年次にはアメリカンフットボールはしなかった。3年次に9インターセプト 1TD を挙げた。ベーラー大学に進学した彼は1年次の2003年全12試合に出場。 13タックルを上げた。このうち10回はシーズン最後の4試合に上げたものであり、ナンバーワンランク校のオクラホマ州立大学戦でも4タックルを上げた。2年時の2004年には先発2試合を含む全11試合に出場し、22タックル、1ファンブルリカバー、1ファンブルフォースを上げた。3年時の2005年には全試合に先発出場し、 チームトップの5インターセプト、345タックル、1ファンブルリカバー、チームトップの5インターセプトの成績を上げて、ビッグ12カンファレンスのファーストチームに選ばれた。ベーラー大学の選手で5インターセプトを挙げたのは2001年のデリック・キャッシュ以来のことであった。ネブラスカ大学、アイオワ州立大学戦では6タックル、全米ランク2位のテキサス大学戦では5タックルを挙げた。 4年次の2006年には、オールアメリカン、ジムソープ賞の候補に挙げられた。2年連続コーナーバックとして起用された。彼は、シーズン前、スポーティングニュースから全米12位のコーナーバックとして評価された。この年4インターセプトを挙げて、カンファレンスのセカンドチームに選ばれている。 2007年の NFL ドラフト7巡でカロライナパンサーズに指名されて入団し2010年までの4シーズンを主にスペシャルチームで過ごし2011年9月解雇された保証者リスト入りしたバリー・チャーチの代わりに12月13日ダラス・カウボーイズと契約した2012年8月27日のロースターカットでカウボーイズから放出された ありがとうございます。